はい、ということで、皆さんこんにちは、フリースタイルフットボールのトミーです。はい、ということで久しぶりに動画をね、あの YouTube の方を撮っていきたいなと思います。はい、ということで、今回ですね、まあ、サムネにもあった通り、なんとこの度フリースタイルフットボールのトミーはテレビに出演することになりました。はい、ということでね、テレビにね、まあ、出演するのもね、いつぶりだ、 2年ぐらいぶりですかね。はい、ということでね、その詳細を皆さんにね伝えていきたいなと思います。はい、で、ちょっとねまだ先なんですけど、4月の13日の、木曜日に、ZIP に、出演をします。多分ね、おそらくまあ動画出演にはなると思うんですけど、ね、ぜひあのよかったら、あの僕が出した動画をね、見ることができますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ZIP は確か朝の5時50分から8時ぐらいの間なんで、うまくいけば小学生とかね、中学生とか登校する前にね見ることもできると思いますので、で、いつあの僕どのタイミングでね出るかは分かりませんけど、ぜひあの見ていただければ嬉しいなと思います。で、まあ、今回、まあ、なんでテレビに出演をすることになったかっていうとですね、なんと、はい、日テレさんのですね、特番、ダンス特番、ザ・ダンスデイというね、ダンスコンテストに、僕ね、フリースタイルフットボーラー、トミーが応募しまして、なんと、一次予選通過しました。はい、ということでね、通過したから、そのね、通過者ということでね、発表ということで、ZIP でね、紹介を、その、していただけます。はい。何人だろう、確かね、3月の27とか、多分次の週ぐらいからですね、その通過者を、まあ、1日2組ずつ発表するらしいんですよ。月、火、水、木って、まあ、8チームを紹介して、で、金曜日にその紹介した中から2チーム、決勝に上がれる人を、選ぶみたいな。予選、だから2次予選通過者みたいな感じですね。一次予選通過者を月から木で発表して、金曜日に二次予選通過者を2組発表ってことを5週連続でやるみたいなんですよ。5週連続で、はい、でってことは5週連続なんで10組が、通過者と発表されます。でその中で、落ちちゃった人もいるんですけど、また敗者復活みたいな形で確か多分 2,3 組また発表される形になると思います。なので、あの皆さん、あの二次予選も通過できるように、あの祈ってください。本当にお願いします。その二次予選が通過したら、そのテレビで生出演でできるんですよ。はい、去年ね、このあのダンスザダンスデイっていうイベント、幕張メッセでやりまして、僕実は見に行ったんですよ。はい、ね、これ、知り合いの、まあ、ダンサーの方がね、応募してたんで、その人にちょっと招待枠があったんで、僕も連れてもらって、で幕張メッセでもうそのザ・ダンスデーを生で見て、うわこれ来年あったら出たいなと思って、で今年あったからもう速攻応募して、でちょっと一次予選がね通過した、うわーやっしゃーっつって、でそれで今ね、あのテレビにも出れることになったんで、本当見に行ってよかったなと思います。はい、ザ・ダンスデーっていうね、企画でございますので、ホームページとかで、ね、URL とかも貼っておきますので、ぜひあのご覧ください。じゃあちなみに、あの去年はまあ、このホームページにも書いてあるんですけど、今ホームページ今見てて、去年はね、ミトちゃんが MC 進行をやってて、あとはシットキングスっていう、まあ、有名なダンスチームがいるんですけど、そのカズキさんっていう人で、ダパンプの、ケンゾーさん、健三さんがね、ZIP に出てるから、あの多分 ZIP で紹介されると思うんですけど、で、あとダンサーの高博さんと、あと、去年は、高田久美さんと、ヨシキさんと、スカイハイさんがね、確かね、審査員でした。で、ひな壇みたいなところに、出川哲朗さんとか、ヒカキンさんとかが、あの、いたのをちょっと覚えてますね。はい、そんなね、あの中パフォーマンスを、ね、僕ができるように、ぜひ皆さん応援をしていただければ嬉しいなと思います。一次予選通過して二次予選が通過すれば出れるんで、まあ、それか二次予選ちょっと一次予選落ちちゃって二次予選落ちちゃっても敗者復活もねあるんでね、最後まであの見ていただければ嬉しいと思います。でこの収録が確かね、5月の6日とかね、ゴールデンウィーク
であと場所がね立川ステージガーデンって言って、まあ、僕めっちゃ近いんですよ家から本当に車で10まあちょっと持って30分ちょっと持ってだよちょっと持って30分ぐらい、まあ、むしろ僕のホームタウンと言っても過言ではない場所でやるんでマジで出たいんですよね本当に全国から集まってくるはずなんで僕が多分一番ね出たら近いと思うんでこれね10組とか10から多分15組ぐらい出るんですけどで本番は予選と決勝みたいな感じで2回まあパフォーマンスが本当はできます。はい、予選が通過したら決勝で各1分30秒ずつで、で優勝したらなんと1000万円です。はい、1000万円優勝したらねもらえるんですよ。はい、ね、ダンスナンバーワン決定戦、日本中の踊れるやつが集まるダンスの祭典ということで ね審査の基準はねどこかに書いてあったんでねちょっと待ってくださいね。あった、どれだけ観客を楽しませられるか、会場を沸かすことができるかっていうねのが基準でございます。もう何がね、もう一次予選通過したのもそうなんですけど、まあ、ダンスのねダンスっていうジャンルの中でフリースタイルフットボールがちょっと認められたのがちょっと嬉しいと思います。はい、ね、もうそれもこれね僕にめっちゃ合ってて、その使う曲が邦楽しかダメなんですよ。フリースタイルフットボーラーってあんま邦楽使わないんですけど、僕邦楽大好きでパフォーマンスとかも邦楽よく使うんですけど、僕にめっちゃ合ったコンテストなんで、また頑張っていきたいなと思います。もう頑張るも何もないんですけどね、もう予選がもう向こうで、もう審査待つだけなんで、はい、ね、なんでぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということで、一次予選二次予選も通過した場合はね5月の6日に、またねテレビも出れますので、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、まずはね4月の、13日木曜日に、ZIP ちょっと、まあ、1秒なのか1分なのか何分なのかは分かりませんけど、ぜひあの動画とか写真撮って見たよとかってね、ストーリーとかツイッターとかにも上げていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでまたね、通過したりね落ちちゃったりしたらまた動画を上げたいなと思いますんで、ぜひ皆さん引き続きご覧ください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは応援よろしくお願いします。バイバーイ。